今日は私大野高博のために時間を割いていただき誠にありがとうございます。今日会見を開いた理由、実はですね、先日あるテレビ番組で必ず合コンで持ち帰りができる、お持ち帰りができるテクニックというのをやってました。放送してました。それを見てですね、ほーっと、なるほどねーと私まあ思ってしまいまして、これ使えるんじゃないか、よし、早速使ってみようと思いました。そしてもう本当に昨日といいますか、一昨日といいますか、もう本当つい最近なんですけども、実践してみました。合コンで必ずお持ち帰りができるテクニックやりました。やりましたところ、思いっきり女の子にぶん殴られました。思いっきりぶん殴られました。ということで私はそのテレビ番組を訴えたいと思います。訴えます。勝つ自信はあります。なぜかって、いや、ぶん殴られたんだから。ぶん殴られたんだよ。今までぶん殴られたことなんてない。合コンでぶん殴られたことなんて一度もない。なのにそのテクニックを使った途端ぶん殴られました。これは非常に許される行為ではございません。私大野高博、そのテレビ番組と全面戦争したいと思います。まあね、私大野放送協会一代表としてですね、ここは負けられません。全面戦争したいと思います。以上、私大野高博の緊急会見を終わらせていただきます。どうも今日は皆さんありがとうございました。